皆さんこんこにちはレック専任講師で弁護士の日高と申します本日は1か月で受かる司法試験学習のアドバンテージを行政書士試験に生かそうというタイトルで30分弱ほどお話をさせていただきます。で私ですね弁護士ではあるんですけれどもレックで行政書士の講座も担当しておりまして まああのなぜあの弁護士が行政書士の講座をと思われるかもしれませんが、まあ、そこあのちょっと詳しくです、ね、お話ししていきますととてもあの30分では収まりませんので割愛させていただきますで早速ですが司法試験の受験をですで、ね、に終えられている方いらっしゃると思います。どうもあの大変お疲れ様でした 司法試,試験の受験初めてですね受験された方もいらっしゃると思いますが思いのほか非常に大変だったのではないかと思います。私が合格した年度も多少受験科目ですとか例えば行政法の択一があったとかという違いはありますけれども日程的なところでは今ですね皆さんがお受けになっている司法試験とそれほど大きな違いはないかと思います。でそこで えー、試験試験をですね、えー、受験はしてみたけれどもまあ今年、えー、まあ本当に率直に言って、えー、ちょっと今年あのー、今一歩じゃないかなとあるいは、えー、もう少し勉強足りなかったなという方いらっしゃると思います、えー、試,行試験ですね、えー、非常に難関の試験、えー、国家資格でありますので、えー、やはり一発で確実に自分は通ってるという方はまあほとんどこのガイダンスはあんまり関係ありません。 えー、そうでないいい方がです、ねえー、いらっしゃると思いますあの私もあの正直言いまして、えー、受験直後に、まあ、自分が絶対受かってるという確信はあのやはり持てませんでしたので、えー、そうでない方が大半だと思いますですから、えー、そういう今年の試験に受かってるのかな受かってないのかなというその微妙なあの線にいる方は是非、ねえー、行政書試験の受験というのをお考えいただきたいと。 ということでここちらのガイダンスを担当させていいただくということうになるんですねで行政書士っていうのは何となく聞いたことある例えば司法試験の科目と似てるらしいという程度の情報は皆さんお持ちだと思いますが具体的に一体どう似てるのかあるいはどこが重なっていてどう違うのかというところをですね中心にお話をさせていただきたいと思います。 まず基本科目である憲法ですとか民法ですねこれが択一式試験司法試験でも課されますけれどもそのの憲法民法民一問題が行政書士試験でも取材されます、まあ、行政書士では憲法の問題が5問ですね択一五紙択一が5問で民法の問題は五紙択一で9問しかありませんけれども。 ただ憲法民法ですね卓一対策しっかりされている皆さんであればもうほとんど勉強せずに解けるだろうということになるんですね。で具体的にじゃどういった問題が出るのかとあの優しすぎるのかそれともある程度歯応えがあるのかといったところはこのあと具体的に過去問を比較しながら平成30年の問題ですねこれを比較しながら見ていただきます。 まあ、確かに、えー、司法試験の学習経験があればこれは楽勝だなという問題もありますし、えー、ただあの司法試験を学習してるというだけではちょっとすぐには解けなさそうだなという問題もあったりします。で憲法民法以外では、えー、科目、まあ、内容的に、まあ、あの重なっている部分として商法会社法そして行政法という科目が重なっています。 商法会社法と行政法に関しては司法試験の科目としてはもうすでにあの卓一式が廃止されておりますので論文式の対策として勉強している方は多いと思います。でただですねここでちょっと一つご注意いただきたいのがあの現在あの予備試験経由で司法試験を受験されている方も非常に多いということなんですね。ですから予備試験の勉強として行政法の卓一問題を解いたことがあるとか。 あるいは商法会社法の卓一対策をしてきたという方もまあ少なくないと思います。ですからそういったあの予備試験を経由している方、特にあの予備試験合格の経歴がある方は非常にこれ有利アドバンテージがあると言えるわけですね。まあ、予備試験合格者の司法試験最終合格率って非常に高いですから。 まあ予備試験あの受かってますよという方はちょっと行政書士試験を受けようかなという気にはならないかもしれませんがただあの少しでもですねえ興味が出てきたとつまりほとんど勉強しなくてもえ解けるとえ合格できるとえ予備試験経由の方であればあのこれ文字通り1ヶ月というのはあの全くあの過言ではないわけですね1ヶ月で合格ってことは可能ですえもうこれはあのかなりの確率でで合格できます。 ただしあの、適切な対策を立てる必要はもちろんあります。えー、司法試験とあるいは司法試験の予備試験と、えー、形式の違う問題も出るわけですからあるいはその一般知識というです、ねえー、特殊な科目も出題されますので、えー、そのあたりの対策はもちろんきちんと立てる必要があります。ですから予備試験合格しているからといって当然に自動的に受かるという試験ではもちろんありません。えー、そここはご注意いいいたただきたいということうになるわけですね。<coughs> ただ予備試験経由で特に予備試験に合格して試行試験を受験しているという方であれば行政書士試験のプロパーの対策というのはもうほとんど必要ないに等しいわけですね、まあ、そういう特徴があります。他方で予備試験の合格歴はないあるいは予備試験を経由せずにロースクールですねこちらに入ってで受験資格を得ました。 という方はおそらくですけれども行政法ののの勉強とといいいうははほとんどされていないはずですまあ紀州者の方で、えーまあ、行政法の択一の問題を解いたことあるとか、まあ、そういう方はいらっしゃるかもしれませんがあの、まあ、ロースクールに入学する時点でのごく初歩的な、まあ、行政法の知識であったりですね択一の知識であったりあるいは商法解釈法の知識であったりということになりますので。 これは改めて行政書士用に卓越対策をきちんと立てる必要があるだろうということになるわけですね。まあ、そういったところも含めて早速ではありますけれども問題の比較を通じてですねどういった問題が出るんだろうとそして本当にその司法試験の対策のみでどこまでいけるんだろうかあるいはどこがいけてどこがダメなのかといったようなところを詳しく見ていくことにしましょう。 まずは、えー、憲法ですね憲法という科目から、えー、比較していきましょうか、まあ、司法試験の問題からあの入った方がおそらく皆さんとしては、えー、すぐうお分かりになるかもしれませんちょっと見ていきましょうかこれ司法試験の平成30年の第7問ですね、えー、学問の自由そして教育の自由に関する問題ということになります で今回、これ、ガイダンスで限られた時間しか与えられていませんので詳しい解説はもちろん避けますがただ、この問題ですね、もう皆さん平成30年に試行試験を受けになっている方もしくは平成31年の対策のためにこの過去問を解いたという方はこれ、覚えていると思いますけれどもこれ、は東大ポポロ事件という有名な判例とそして旭川学手事件ですね、という有名な判例。 この2つのつ判例の知識によって正解が出るというものですね。まあ、ごく基本的な問題です。あのこれみんな解けなきゃいけない非常に基礎的な問題ということになるわけですね。はい、で一方で平成30年の行政書士試験の問題4番というのを見てみましょう。学、はい、学問問問のの自自由由にに関関すす。するる。題で 次の記述のうち妥当でないものはどれかという問題ですけれども、まあ、よく見るとあの選択肢の1番2番はこれはあの特定の判例に依拠する問題ではないんですが3番、4番、5番4 5がですす。ね、これは判例知識を聞いていてますでそこで特に見ていただきたいのが3番と4番この2つ、えー、もうキーワードでお分かりになると思いますがこの「 えー、大学教授その他の研究者の要する特別な学問の自由と自治の効果として、えー、大学の学生が、えー、施設を利用できるんだといったようなあの記述がありますこれは東大ポプロ事件ですねで四番も東大ポプロ事件です、えー、この実社会の政治的社会的活動にあたる行為をする場合には、えー、学問の自由と自治を共有しないというフレーズですからこれもおなじみのフレーズですねで五番目の この選択肢これは朝日か学定事件ですね、えー。普通教育における教育の自由ですね。まあ、教授の自由といったものが、えー、一定程度保障されるとしても完全には認められませんよといったようなことがあの書かれています。さあえっ、ー、と今の選択肢を比較してお分かりになったと思います。えー、司法試験をかなりま優しくした問題ということができるわけですね。 すなわち、えー、東大ポポロ事件ですとか旭川学亭事件というのはこれはもう毎年毎年、えー、出題を予想しながらきちんとあの判決文を読み込んで、えー、どういう形式で出題されても対応できるようにですね、えー、しっかり勉強しておく必要がある。でもちろん論文,論文対策としても、えー、きちんとですね押さえておく必要のある基本判例ですこういった基本判例の知識が、えー、行政書士試験と司法試験では重なっているわけですね。 でしかも、行政書士の方が若干優しめということが言えるわけです。<laughs> では続きまして、民法の問題、これを見ていくことにしましょう。民法の問題で比較をしていきます。で平成30年の民法の問題というのは、あの今の旭、ね、川学定事件とか東大ポポロ事件みたいに、ずばり、これはあのそっくりだなという問題はないんですけれども。 ただあのテーマが共通しているという問題まあこれをちょっと取り上げてみましょうテーマで共通しているという問題があるわけですね、えー、これはあの司法試験の平成30年の民法の第20問目です <laughs> 弁済の目的物の供託に関する次のあからおまでの各記述のうち判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、えー、1から5のうちどれかという問題ですね でえー、これまずですねぱっとあの瞬間的に <laughs> 分からなきゃいけないのはうですね、これ、平成5年の再犯があるところで、えー、指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある2つの譲渡通知が債務者に到達したが、まあ、その前後関係が不明な場合、供、えー、託することはできるというものですね、これはもう当然、正しいということになるわけです。こ、えー、これれ答えからかのるとあの実はこれもう3番 が正解ということになってですねま意、あ、が正しいということになるわけですが意の知識はこれはまあ、これ大審議の判決があるわけですね口頭の提供しても債権者が弁済受領を拒むことが明確な場合債務者は口頭提供しなくても協託ができますという知識でこれも基礎知識といえば基礎知識になりますま卓、あ、一では必ずと言っていいほど聞かれるものですね で、えー、じゃあ行政書士試験の民法ではどうなっているのかということで、えー、行政書士の民法の問題、これはあの行政書士、えー、平成三十年の行政書士試験の問題三十一番というのをご覧いただきます。問題三十一番は弁済に関する問題ですね。で、民法の規定及び判例に照らして妥当でないものはどれか。<laughs> で実際この問題は正答率が非常に低い20%未満という非常に低い問題なんですけれども、まあ、その原因はあの選択肢1番2番で細かい条文知識を聞いているとで1番が正解なんですけれどもあの非常にあの引っかかりやすいという問題ではあったわけですね。でそれはあのさておくとして4番の選択肢をあの見ていただくとですね <laughs> 債権者があらかじめ弁済受領を拒んでいる場合債務者は口頭提供すれば債務不履行責任を免れるが債権者において契約そのものの存在を否定するなど弁済受領しない意が明確と認められる時は口頭提供しなくても同責任を免れるとあるわけですね。これもその通りで判例知識ということになりますね。ここれもあの判例があるところ さらに5番目の選択肢ですが債権者があらかじめ金銭債務の弁済受領を拒んでいる場合債務者は口頭提供した上で弁済の目的物を供託することにより債務を消滅させることができるとありましてあ,のあらかじめ単に拒んでるというだけだったら一応、口頭の提供は必要とこれもあの判例の見解ではあるわけですね。 でこの足の4番と5番の知識をですねあのいわば組み合わせるというかミックスしたものが先ほどの,その大審議の判決の知識ということになるつまり司法試験のです、ね、選択肢の1つの知識がいわば今の2つを応用して考えていくと例えば仮にその大審あの明治45年の大審議の判決を知らなくても 今の行政書士の知識があればですね司法試験の問題も逆に判断できるということになるわけですね。このように行政書士試験と司法試験のその択一問題非常に重なりが見られるわけですね。今見てていいただいただのはごく一例であって えー、実際にはですね行政書試験の択一っていうのはやはりあの総じて司法試験の択一と比べるとあのレベルは低いですから非常に解きやすい問題が多いと思います。で他方で、えー、予備試験経由の方は、えー、行政法の択一っていうのはあのしっかり対策立てられてますので、えー、こんな問題簡単だなと思われるかもしれませんが。 あの行政法の卓一の問題をですねほとんど解いたことがないあるいは機種、えー、者試験の時にあのちょっと解いたことあるかもしれないけども忘れてるという方いらっしゃると思いますそういう方はぜひですね、えー、まず行政書士試験の、えー、行政法の卓一問題でどういうものが出るのかというところを確認していただいて、えー、それを踏まえてですねあこのレベルだったら、えー、論文の勉強だけで対応できるかなという方と。 あのそうではなくです、ね、行政法が比較的苦手で、えー、この択一でもちょっと難しいなという方いらっしゃると思いますのでそ,あのその方によっては、えー、やはり1ヶ月ではなく、えー、2ヶ月ないし3ヶ月ですねまあ,あの年には年を入れて3ヶ月以上の学習期間を取っていただいて行政法に注力するということも場合によっては必要かもしれません。では早速 行政書士試験平成30年の問題10番を見てみましょう問題10番はこういうい問題ですこれはごく基本的な問題ですべ、えー、ての行政書士試験受験生がこれは確実に正解できなければいけないというような問題、まあ、それはちょっと大げさですけれどもあの合格レベルにある方は確実にあの取りこぼししない。 問題とということになります行政処分の無効と取り消しに関する問題です,ですけれども正しいものはどれかでもうこの問題はパッと見てですね、えー、もう5番の選択肢にもう目がいってあこれ何回も過去の行政士試験で繰り返し出てるなということが分かればもう即座に正解できるもうこれはいわば秒殺問題ということができます。5番目の選択肢を見ますすとですね 行政処分の違法理由として国家賠償請求をするためには、その取り消しまたは無効確認の確定判決をあらかじめておく必要はないと。これ、基礎中の基礎ですよね。ですから、これ、さすがにこの程度だったらあのいけるなという方もちろん多いと思います、えー。司法試験の受験生の方であればですね、えー。この程度のその卓越問題が瞬時に判断できないようだと逆にですね、えー、もう今年の合格は非常に危ういということになるわけですね。 では、えー、もうちょっとレベル高い行政書士の,あの行政法卓一問題を見てみましょう。<laughs> えー、行政書士試験の平成30年問題20番国家賠償法の問題というものになります。さあこれ非常に長文ですね、えー、組み合わせ問題で,、えー、ではあるわけですけれども非常に長文です。<laughs> で正当,正当率も比較的低いものですね。でえー、ちょっとと、これを見ていきますと 国家賠償法1条に関する次の「あ」から「お」の記述のうち判例に照らし妥当なものの組み合わせはどれかという問題です。いずれも最高裁の判例です。で「あ」からですね見ていくと、えーまあ、ちょっと全部くまなくは見られませんがまず「あ」はですねこれはあの割と新しい判で、えー、平成25年ですかね3月26日の再判です。 これは建築士の構造計算書の偽造の問題が問題になった時に国家賠償責任が認められるのかどうなのかといったようなことが論点。 として上がってきたわけですがあの要,要するにあの違法になる可能性があるということをですね述べている判例ということになりますですからそもそもその職務上の法的無違反を認められないことから当該検視確認は国家賠償法1条1項の適用上違法にならないとありますが違法になる場合をあの述べているわけですね一般論でですからあの選択肢は妥当でないということになるわけです。 まあこの個人の財産権を保護すべき職務上の法的義務を負うものではないからというところもまあ誤りなんですね、えー、その建築主事のまあ職務上の義務としてどういったものが考えられるのかということについて述べている判例ということになるわけです。 で異の判例もこれもあの基本中の基本なんですねこれはあの警察官のその不適切な方法によるそのパトカーでの追跡といったものが果たして国家賠償法上のそのまあ違法の都が受けることがあるのかどうなのかということですねでこの追跡の必要性相当性に照らしあの鑑みて。 えー、これはの判断すべきであってその,その他のですね諸要素というところがこれはの妥当でないということになるわけですね。<laughs> はいまあ、これは規範が違ってますよというところで、えー、妥当でないとされるものになります。でこの問題あのもうちょっと長くなりますので、えー、もう結論から言ってしまうとこれうとおが「う、えー」と「お」が妥当なものと「うは」は これは水俣病に関するその認定申請ですねで、これが長時間かかってしまって、焦ってしまったと、あの焦らされてしまったとで、それが違法なのかどうなのかということが問題になったものですけれども、違法になる場合があるわけですね。で、尾の問題、これはあのいわゆる <laughs> これあの中学校のプールの事件ですね。教教師の教育活動が 果たして功労、えー、力の更新に当たるのかどうなのかということがあの論点になったものです。これもあのオーガだとということになります。A、まあの判例も基本判例であるわけですが、いずれも基本判例といえば基本判例。A、えー、はあのかなり新しいですけれども、E 以下はあの比較的重要な判例でかつ基本基本的な判例ということになりますが、あのかなりですね、えー、正確にあの判決文を読んでいないと、えー、引っかかってしまうという可能性は高いわけです。 でこれはあのまさにですね、えー、行政法の,その論文問題も得意とする方は、えー、行政法の基本判例かなり読み込んでいらっしゃると思いますので、えー、この点の問題もです、ねえー、仮に択一を解いたことがなくても、えー、瞬時にこれは妥当だとか妥当でないというような判断がつくと思いますけれども、えー、やはりですね、えー、行政法をあのいまいちあの得意でないと苦手にしてるという方は、まあ、この問題を見て やっぱり行政書士ちょっと難しいのかなと思われるかもしれません。でさらにですね、えー、行政法の論文問題あの得るのが得意だという方であっても、あの地方自治法という科目にの卓逸問題というのはやはり、えー、これ得意ですよという方は非常に少ないと思います。地方自治法の出題が比較的多いというのも行政法のあの行政書士の特徴ということになるわけですね。 ですから地方自治法に関してはこれ司法試験受験生の皆さんといえども、まあ、あの皆さん、えー、別個に対策を立てていく必要があるわけですね。でさらに重なりのないところで言うと一般知識という科目があります。一般知識というのは、まあ、おお大まかに言いますと政治経済時事 で政治経済というのはおおむね、まあ、高校生があの大学受験の時に勉強する程度の政治経済ですね。で時事は、まあ、あの時事問題が出ますあの社会常識で考えていただく問題ということになるわけですね。でさらに、えー、情報通信関係の問題とあと個人情報保護の問題が出ます。で情報通信関係のの問題というのは 例えば HTTP っていうのは一体何の略語でとかそういったような通信用語の知識であるとかですねそういったものが出題されたりする。でさらに個人情報保護の分野では必ずと言っていいほど一問は個人情報保護法ないし行政機関個人情報保護法といった法律の条文の知識が問われたりします。ですから あの法律の条文の知識が問われるっていうことは逆にまあ、皆さんにとってはこれ得意分野ですからきちんと条文を読んでえポイントを押さえておけばよいということになるわけですね得点源にすることもできますさらにえ文章理解といってまあ、いわば国語の長文読解問題が3問出ますでこれも皆さんですね、えー、司法試験を受けになる方っていうのは大半が文系の方 ですですから文章理解の3問は時間さえかければですね、まあ、ほぼ確実に3問とも取れるというレベルの問題多いですから、まあ、そこで確実に稼ぐとといいいう方あのいらっしゃると思いますでちなみに一般知識の問題は行政書士試験で14問出題されますけれども14問中の6問以上正解しないと足切りといってですねこれは不合格になります。 だからいかにですね効率がと大得意であっても一般知識で五問以下しか正解できないと不合格ということになるんですね。まあこの点が行政書士試験の独特の足切り制度で非常にあの引っかかりやすいところだろうということになります。で今あの申し上げた通りですね行政書士試験というのはあの独特のその足切り制度があったり。 あるいは地方自治法という、まあ、おそらく司法試験の受験生の方はほとんど勉強しないだろうという科目が出たりですねそして行政法の択一問題に関してはこれはあのほとんど解いたことがないという方あるいは今あの2問だけお見せしましたけれどもちょっと難しそうだなという印象を持たれた方も中にはいらっしゃるかもしれませんでそういう方はですねきちんとあのそれぞれのレベルに応じて適切な対策を立てていただければ十分ですね 行政書士試験一ヶ月あるいは二ヶ月から三ヶ月で確実に合格できるだろうということになります。まあこれはもうあの何ヶ月で合格できるかというのはその受ける方の属性によります。予備試験経由でしかも行政法の卓逸をあの苦手としない方であればもう一ヶ月でまあ一般知識の対策とあと地方自治法とかあとは模擬試験の問題を解いて形式になれると。 40字程度で書くという記述式問題も出ますので、まあ、3問だけですけれども出ますのでそういった記述の形式にある程度慣れておく必要があります。とはいってもですね司法試験受験受生ののの皆さんんででであればあの40字記述とといいうのはほとんどすすね楽勝で書けると思います逆にそうでないとですね多分司法試験の論文も書けないと思いますのでそこはまあ特別な対策が必要ないだろうと思います。 えー、きちんとです、ねえー、形式になれるというところはあのー、なれるる必要あ今申し上げたとおりです、ねまあ、模擬試験をまずうと解いてみて、まあ、模擬試験の問題とか、あのーえー、市販されている予想模試の問題ですねこういったものを解いてみて大体こういう試験なんだなということが分かればあとはあのー、自分の,その弱点補強ですね 例えば予備試験経由で行政法得意っていう方は、まあ、弱点ほとんどありませんので、まあ、一般知識の対策をですね、えー、しっかりやってで、えー、合格点を取れるようにしていただければということになります。逆に、えー、予備試験も受けてないし行政法の特質があのそれほど得意ではないという方はまず行政法の対策をしっかりですねやっていってください。 で行政書士試験のですねイメージあるいはその行政書士合格のイメージといったものがある程度あの掴むことはできたでしょうかあのぜひですねこの行政書士試験というものにあのチャレンジをしていただいてこの行政書士の資格を持ってですね、まあ、これはいわば保険みたいなものです、試行試験の受験生の方にとってですね保険みたいなものですからあのぜひですね短期間で合格できるというこのアドバンテージを あのいか最大限に活かしていただきたいと思います。で、最後になりますけれども、行政書士って一体何をする仕事なのかというイメージをですね。簡単にあのお話ししておきましょう。行政書士というのはまあ、ご存知の方いらっしゃると思いますが。が各種の許認可申請建設業の許可申請であるとか、宅建業の免許申請とか各種の許認可申請です。とか、あと契約書の作成ですね。 あとととは遺言書ののドラフトをを作作成成するとか内容証明郵便の作成を行うとこういったさまざまな行政から民事までわたる多岐にわたるその法務文書の作成を行とするということになるわけですね。でさらにはその文書作成に関わるその相談業務ですとか申請書の提出代行業務あるいは自ら携わった許認可申請にかかる弔問手続き代理であったり不服申し立ての代理までできる場合があると。 まあ場合があるというのはその不服申し立て代わりを行うためには特定行政書士といって行政書士への登録をした後にですねさらにその認定試験を受けなければいけないとでそれに合格しないとその特定行政書士とと名乗ることはできないわけですね、まあ、いずれにしても司法試験で養った皆さんの,その法的センスですとか知識こういったものはです、ね、この行政書士の業務に大いに生かすことができるわけです。 ですから、ぜひ皆さんもこの行政書士という新しい分野にですねチャレンジをしてみていただきたいと思います。非常に短期間で合格できるはずですので、ぜひふるってご参加ください。よろしくお願いします。失礼します。